タイマニン TV。 ここはタイマニンが集まるピコリスバー。今日も小粋なマスターと格好がつかない常連客が吸えないシガー片手に酒を綿に染み込ませる。マスター、がむしゃらに大人の階段登ってたら気がついたらこんな体になっちまってたよ。広報さん、人間誰しもそんなもんですよ。がむしゃらに頑張れば頑張るほど気がついた時には体にガタが来てるもんですよ。俺はガタは来てねえぜ。こんな体になっちまったことを言ってるんだ。広報さんの体は昔からそのままですよ。ああ、涙が綿、かっこ消せらんパサラン、かっこ閉じるに染みるね。マスター、空いてる？おいおい、お嬢ちゃん。ここはお嬢ちゃんが来るような店じゃんね。それに一元客はお断りだ。お家に帰ってミルクでも飲んでな。広報もピコリちゃんも、ほんと変わらないわね。てめえ誰だ？なんで私たちのことを知っている？私よ。水木ゆきかぜ。髪の毛切ったんだね。私は、ベーレンに作られた人造人間、水木ゆきかぜよ。ピコリ、ダメじゃないか。変な客来るから気をつけとかないと。いや、そんなこと言ったってどうしようもないじゃん。後方にいつも入り浸ってるんだからどうにかしてよ。とりあえずこの人にバレないように雪風ちゃんに電話して、いたずらしてないか確認しよう。その間に後方の新しい特技で注意をそらしとくよ。あ、よくわかんないけどわかった。特技、耳動かし。もしもし、雪風ちゃん、元気？どうしたのよ、急に。元気に決まってるじゃない。ああ、そっか、ありがとう。じゃあね。何の電話なのよ。じゃあね。雪風ちゃん、電話、出たよ。ちょっとこの人に話聞いてみるね。君はいくつなの？お家はどこ？お家に帰れるかな？相変わらず人の話聞かないわね。もしかして別の世界線の設定引き継いでるかもしれないから、次はシアヌイさんに電話して。わかった。ポッパッピッ。あ、もしもし、シアヌイさん？あー、夜分遅くに電話してすみません。あら、ピコリちゃん、こんばんは。どうしたの？いや、あのですね、失礼なことを質問させてもらってもいいですかね。気分を悪くしたら、申し訳ないんですけど。いいのよ。雪風と仲良くしてくれてるピコリちゃんなんだし。ありがとうございます。遠慮せずに何でも聞いてちょうだい。ありがとうございます。雪風ちゃんってお姉ちゃんって言いますかね。御社に通う子たちはみんな私の子供みたいなものよ、だからピコリちゃんのことを雪風のお姉ちゃんだと私は思ってるわよ。ありがとうございます。あのそうじゃなくてですね、なんて言うんですか、血のつながった本当のお子さんっていたりしますか？そのことどこで聞いたの？いるんですか？冗談よ、脅かそうと思っただけよ。何なんですか？怒っちゃダメよ。雪風にお姉ちゃんはいないわよ。あ、そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、失礼いたします。ところで、広報くんは元気なの？元気です。また電話しますね。あ、そうだ。今度みんなでお鍋食べない？食べます。じゃあまた。ピコリちゃんは何が好きなの？肉。ピコリ、電話長いよ。いや、女の電話は長いんだよ。ああ、そう、雪風ちゃん、お姉ちゃんはいないってさ。じゃあこの人一体誰？誰？君は今日は何しに来たのかな？告知しに来たのよ。ああ、告知ね。わかったから、告知が終わったらね、親御さんが心配してるから早く帰りなさい。やったー！タイマニー雪風ニュース。皆さんこんにちは、水木雪風です。
ただいま絶賛配信中のアクションタイマニーに、私、水木ゆきかぜがアクションタイマニーのサポーターとして参戦決定したわ。と言っても、みんなが知ってるゆきかぜじゃないわ。ベーレンが水木ゆきかぜの遺伝子をベースに作った、いわば人造人間ね。いろいろと調整を受けて、成人するところまで肉体年齢が成長してるの。記憶なんかも共有してるから、みんなとの思い出もちゃんとあるわよ。それに、リンコ先輩の抜刀術や、お母さんの幻影術も使えるように調整されているから、私がいれば無敵ね。みんなのこと、ちゃんとサポートしてあげるから、バッチリ任せておいて。ああ、はいはい、人造人間ね。うん、ガチャ回してあげるから、さ、早くお帰り。用が済んだし帰るわよ。私の記憶通りの二人で嬉しかったわ。あー、はいはい、我々も嬉しかったよ。あまりね、大人をからかうもんじゃないよ。はぁ、あ、忍法、幻影知らぬい、でん！じゃあ、みんな、任務で会いましょう。今のライトンって…幻影知らぬいって、ひょっとして本物…なんてことだ。ところでマスター、なんだい、あいつ無銭飲食じゃないのかい。ご安心してください。お客様、先ほどのお客様よりこちらお預かりしております。え、それ広報の分も入ってんの。そうですよ、皆さんの分も払っていただきました。悪いことしちゃったな。こちらなんと画面の前の皆様にもプレゼントさせていただきます。そう、その名も SR 以上確定ガチャチケット。イエーイイエーイ。こちらね、はい、先ほどのお客様からいただいたので皆様のプレゼントボックスの中に、アクションタイマリンのプレゼントボックスの中に、ゆきかぜさんからのプレゼントです。というわけで本日は売り上げも上がったことですし、そうですね、閉店しますか。店じまいだ、ピコリ。そうですね、店を閉めましょう。閉店ガラガラタイマリンニュース広報です。皆さんこんにちは、タイマニン広報の妹分、タイマニンピコリです。はーい、こんにちは。こんにちは、はい、今日は結構あれですね、動きが大きいタイプの。そうですね、はい、ご挨拶から行かせていただきます。それでは本日のニュースを読ませていただきます。はい、ただいま絶賛配信中のタイマニン RPG では、復刻ストーリーイベント読み原炎上が開催中です。イエーイ、イエーイ。炎上しちゃったか。大釜がいるぜ。はい、はい、イベント報酬では極炎の女王アスタロトをゲットできます。おお、これがアスタロトなんですね。アクションでもね、チラチラと、はいはい、出てきていましたね。なんか若干燃えてる感じのね、ここですね。あ、放火魔発見。あらー。はい。さらに、特製ピックアップガチャが開催中です。はい。はい、こちらでは、天心英傑、井川桜の出現確率がアップしておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい。そして、アクション。そうです。あ、放火魔や。あ、放火魔や、誰や誰や、カン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 、アスタロト、お前が犯人だ。お前か、お前が犯人なんか。敵なんですか、味方なんですか。敵ですね。敵なんですね。言うても後々味方になるみたいなストーリーなんじゃないですか。敵です。よくあるやないですか。あの、ストーリー終わるとなんかちょっとこう仲良くなってるみたいな。敵です。はい、じゃあ敵ということで、やっていきたいと思います。はい、続いて、アクションタイマニーよりニュースです。現在開催中のピックアップガチャでは、UR サポーター、クオンジ R スピカがゲットできます。ので、こちらもお見逃しなく。いやー、新しいキャラクターが今回も盛りだくさんですね。盛りだくさんでね。はい、ぜひぜひ皆さんに、ゲットしてチェックしていただきたいですね。そうですね。はい。
続きまして、それでは、はい、ね、このニュースお楽しみの、皆さんがお楽しみの、何が出るかなプレゼントボックスのコーナーでーす。イエーイ。それではね、早速なんですが、はい、プレゼントボックスの方、召喚して。そうですね、はい。ちょっと今日は私の方が魔法陣を書いておきますよ。はいはいはい、じゃあお願いしますね。必要なものは、炭素と、水と、ちょっと待ってください。そうですね。ナトリウム、マグネシウム、あと少しの、あ、それ、入れちゃいますか？これがね、大事なんですよ。粘性に必要なんですかね。必要です。見えますか？そうですね。ケセランパサラン。ケセランパサラン。ケセランパサラン入れていく感じで。そうですね。はい。これ、距離取るのやめてもらっていいですか？ケセランパサラン。いきますか？じゃあ、いきますか？はい。じゃあいきますよ。入れよう！何が出るかな？ボックス！パーン！パーン！キャパーン！さあ、ピコリー。なんだい？何が出るかなボックスを。はい。行こうぜ。オッケーです。よし、やっていこう。やっていこうぜ。イエーイ。イエーイ。ハイタッチだ、ピコリー。イエーイ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 。じゃあ、まずこのね、ボックスのね、説明を。ピコリはさせていただこうと思うんですが、今からピコリがこのボックスに手を突っ込みます。突っ込んで出たボールの色によってプレゼントをプレゼントするコーナーです。ちなみにプレゼントのラインナップはこちらです。はい、それでは手を突っ込んでいきたいと思います。任せろ、ピコリ。たまねんだな。やってやるよ。お願いします。ここはね、何でもプレゼントちょうど作業だから。うん。ちょっと待ってくれ、ピコリ。はい。行くぜ！はい。うおー取れたかい？取りに。角度がいるかい？あ、何？黄色だ。黄色でーす。黄色はなんだ？金塊大でーす。はい、今回こちらプレゼントさせていただきまーす。ありがとうございまーす。我々ちょっと疲れたんで休憩入りまーす。はい、休憩入りまーす。でもね、今回はこちらの金塊の方をプレゼントさせていただくので、プレゼントコードなど詳しい情報は、こちら。こちらをご覧くださーい。というわけでね、ピコリはこのまま、この姿で終わってしまうんだろうか。その通りさ。ピコリは、
人間になりたいよ。なりたい間にも言えないやつはそのままの姿だ。圧がすごい。これや、これや、ピコリア、ピコリア人間に、人間に戻せ。ピコリアを人間に、人間にするんだ。ピコリは人間だ。ピコリを解き放て。以上、タイマニーニュースでした。またねー。タイマリン、タイマリン、チャンネル登録タイマリン、タイマリン、タイマリン、次の動画見タイマリン、タイマリン、タイマリン、君も今日からタイマリン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。タイマニン、チャンネル登録しなさいよ。登録しないと来劇で黒焦げにするわよ。